熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。さあ今日も医療法人先人会市民の森病院副院長の日高俊彦さんです。どうも緊張しながら、はい、その割にはなんかこう距離が近いっていうと変ですけど、うんうん、親しみやすい先生でいらっしゃって。そうなんですよね。美子ちゃんとね、はい、学生時代高校時代が同じで、はい、同じ で, で私は劣等生だったから、うん、先生優等生 で, いやいやいやであのバスケット部で1年の頃、うんうんうん、で私はテニスコートをずっと見つめてて、うん、テニスコート先生はもうみんなにキャーとか言われながら、いやいや私はテニスだけは一生懸命やってたでしょう。全然モテませんでしたね。もう本人はそうやって思ってるだけで、はい、キャーとか。ペタちゃんもモテたでしょ高校時代。荷物は持ってたよ、やられた。僕それ言おうと思ったんですよ古いでしょうかねフレーズが ね,、ね、で高校時代は生徒会長だった。そうです ね、うん、あの小さい頃もう、うん、こう宮崎でお育ちになったと、はい、あの結構あの 市, 街、はい、市, 市内の繁華街というか。そうです、ね、日高三兄弟みんなお医者さんですから、ね、素晴らしいですね。お母様の育て方がね上手だったんでしょうね。どれがそんなね、うん、頭のいいお子さん。今度お母様に出ていただいてね、そうそうそうレクチャーしていただかないといけないですけれども、はい、小さい頃からお医者様になるという志をお持ちでいらっしゃる。そうですね、あの小学校の頃からねなりたいなと思ってました。なんかやっぱり小さい頃本読むの好きで、あのこう、はい、なんていうのかな、ああい う, こうお医者さん関係の本とか、うん、こうお医者さん関係っていうかそういう偉人のそういう伝記物とか、はい、そういうのを読むのが好きだったりしたんですか。全く読みませんでしたね。え、読まなかった、はい、僕はどっちかっていうと漫画派で、漫画ばっかり見てました。ブラックジャックとかブラックジャック見てましたけどね、漫画ばっかりだったですね。あの希望持てますね。そうです、あ、じゃあ大丈夫です。はい、でも高学年ぐらいからですね、あの本はハマって、で本は最初にハマったのはやっぱ推理小説ですね。誰がその頃、はい、江戸川乱歩。江戸川乱歩シリーズ。ペタちゃんも読書するんですよね。読書積んどくですけどね。いつも行くともう新刊が必ず積んであって、新刊あるわけには同じ本2冊買ってきて記憶を失ってるっていう場合があるので、ね、3冊だったよ。 3冊あ、3冊でしたね。時々ある。しかもそれ鈍感力っていう本でしたからねあ、やばいな。そうそう、私もペタちゃんにもらったら自分家にもあったっていうね、本当鈍感な2人で鈍感な2人でやっておりますけどね、まあ、その本の話もさておき、はい、あのそれからまあ大学の方が、はい、そうですね、なんかこうちょっと偉大は偉大でも、はいはい、ちょっとそう、この写真をご覧ください、はい、こちらですよ。あれってかっこいいねかっこいいっていうことは軍医さん、はい、そうですね、元軍医ですね、はい、防衛医科大学。防衛医科大学ですよ。どんな学生時代なんでしょうね、はい、私あんまりいなくてそういう友達。厳しいんでしょやっぱり。厳しいですね。全寮制でですね、部屋は4人部屋で、先輩と住むという。シーツとかピャーッと。そうです、自衛隊の方はもうピシッとしてらっしゃいますからね、はい、そうですね。お布団の畳み方からも違いますもん、角が綺麗に合ってて。45度にしたいですね、ちょうどですね。45度、あのシーツの、まあ、シワがあったらダメです。しょうがったら、しばらくね、はい、行ってたらよかったね、はい、ペタちゃんね、そういうところにね、入れてもらえないと思いますね。人生の基礎をね、基礎がね、うん、基礎が大体間違ってますから。そうそうそう、いやいやいや、はい、で3ヶ月くらい海外に行ったりとかね、うん、そうですね、船で出たりしましたね。面白いですよ、はい、はい、だってあの訓練とかもあるんでしょ。そうですね、まあ海の場合はもう乗りっぱなしで時々陸に上がるって感じだから、ずっと船の上ですね。海の男だったんですよ。そうですね、持ってたでしょう。いや、持ってたでも誰もいなかったんじゃない、女性があんまり。そうですね、タコとかイカとかに思ったけど。そうそうそうですね、そうです、そうです、はい、いや、そうです、そうですって、はい、だってでそれから、はい、あのやっぱりあのこれお医者様 の, そ の, このリウマチへの道っていうのがさ、そうね、それ知りたいよね。いろんな病気が ね,、はいはい、ねあるにもかかわらず、うん、なぜにリウマチ、ね、あ、実はですね、まあ、あのうち の, あの母親がですね、まあ、昔膠原病って言われてて、抗原、まあ、リウマチは膠原病の一種ですけど、膠原病と言われてたので、やっぱりちっちゃい頃から膠原病の医者になりたいなと思って志しました。そうだね、魂が違うよね。そうそうそう、モテたでしょう。それそこみたいなね。残念、これでモテればよかったんですよね。残念ですね。いや、でも本当に今引っ張り役の先生で、もうリウマチだったら日高先生に見てもらいたいということで、はい、予約がね、なかなか取れなかったですよ。そうです、ほとんどでも公演であちらこちら、はい、日本全国、そうですね、はい、週末は結構
年間件数というか公演の回数ってどのくらいこなしてらっしゃるの？多分ですね、あのこの県内のも入れると50件ぐらいですかね。ね、はい、もう本当に一日の中で沖縄から福岡行ったりとかいろいろされてますもんね。で最後は必ず焼酎瓶を。そうですね。日本酒です。日本酒ですね。日本酒こうやってね、はい、やるのが定番ですね。詳しくね、ますます聞いてみたいなと思うところでございます。はい、そうですね。